熊八です。ワードプレステーマシリーズ109回目。ね、100回超えてね、10個ぐらいやるのが早くなったなーって思うんですけどもね。今回はですね、ギッソ。ね、以前やったテーマの親テーマです。何だったかな忘れちゃった。また思い出して言いますけどね。ギストっていうテーマをね、今回やろうと思います。まあ、固テーマあるっていうことはね、そこのソースを拝借することもできるってことなので、まあ、こう登場してからですね、まあ、バージョン 1.10 ぐらいなので、まあ、そんなに時間経ってないテーマです。で、最終更新が、今年の6月16日っていうことでね。はい。まずですね、もう入れるところからぶっつけ本番なんで、始めていきたいなと思います。はい。で、今回はね、記事も何も入っていません。はい。その中で、テーマをちょっと先に入れちゃいたいなと思います。今回はね、もう検索します。これですね。ゲストと入れてもですね、ギストグリッドとかですね、いろいろ出てくるんですけども、そうそう、ブログサイクルですよね。ブログサイクルっていうのが、ギストの固テーマなんです。はい。ということでね、このギストをインストールします。で、これを有効化します。これで、テーマが入ったわけですけども、珍しくですね、必須プラグインが、何もインストールしなさいよって出てこないですね。ということで、カスタマイズじゃなくて先にちょっと固テーマを作りたいと思います。で、今回からもう固テーマに関する説明は省かせていただきます。固テーマは固テーマでね、また新たに動画を作成いたしますので、そちらの方で、こう見ていただければと思います。で、やることは、もう、この二つを入れるだけです。ここはブログ上の表示名が自動的に選択されますので、ここに、まあ、例えば、ギストの固テーマなので、ギストチャイルドとしてもいいわけですよね。で、ここに、ギストの固テーマという風に入れてですね、これで一発で終わりです。はい。これでもう固テーマが作成できました。で、こちらが親テーマです。で、こちらのソースの中にね、まあ、ブログサイクルのソースを入れてもいいし、まあ、他の固テーマのソースを入れてもいいかなと。多分変な形にはならないと思います。ということでね、ここからカスタマイズしていくことになります。ではカスタマイズに移ります。はい、今こんな感じになってるんですけどもね。
ロゴの選択。250っていうとちょっとでかいかなって思うんですけどね。150でどうですかということで。で、まあ、この、サイトのタイトルとキャッチフレーズをなしにして、サイトアイコンですね。まあ、ここはね、一番オーソドックスな、どのテーマでもある設定なので、で、次はね、ギストテーマオプションっていうのがありまして、アバウトギスト、まあこれ、デモとかですね、こう設定に関するドキュメント、サポート、で、レビューを入れてくださいっていうのがあるんですけど、で、ブログセクションオプションズ、ライトサイドバー、抜粋文。いや、これ40文字ぐらいでもいいかもわかんないですね。で、まあ、フューチャードイメージオプションっていうのはね、レフトイメージにして、まあメタショー、ハイドオプションズ、チェックド、で、リードモアテキストはですね、続きを読むにします。で、ページネーション、デフォルトページネーション、ニューメリックの方がちょっとかっこいいかもわかんないですね。まあ、出てこないんでちょっとわかんないですけどね。で、これを。で、この、エンターエクスパートレングスっていうのは、この、抜粋文の文章の長さですね。40にしてますんで。で、シングルポストオプションズ、リレーテッドポストオプションズテキスト、フューチャードイメージオプションズ。ね、アイキャッチ画像を、表示しますか表示しませんかということなんですけどね。こちらはブログサイクルと比べて、ちょっとこのメタ情報の表示をですね、全部隠さなきゃいけないのかなっていうところかもわかんないですね。ソーシャルオプションズ。どこに出るのか下かな。設定してないのがまた出てこないよね。もう You are here っていうのはね、なしでいいですね。で、ヘッダー画像ですね。2200-450 っていうのは、ないなぁ。
ちょっと、今回、探すの、ちょっと時間かかるので、これを切ります。まあ、こんな感じになるんですね。で、メニュー、コンテンツのオプション。はい。ここでね、投稿者の表示を、チェック外します。するとなくなりましたね。ページに表示、アイキャッチ画像はページに表示しない方がいいです。コンテンツをメインにさせるためにね、表示させない方がいいですね。コメントのリンクは表示しない方がいいですね。ということでね、簡単に、セッティング終わりましたけど、ちょっと、ウィジェットでこういうのをちょっと削除しとかないとダメですね。ウィジェットもね、サイドバーだけみたいでね。で、カテゴリーはね、これ、階層表示ってすると、親子関係のカテゴリーが作れるんですね。例えば、テーマっていう項目があって、まあ、無料テーマ、有料テーマっていうのがあったりですね。無料テーマの中に AMP があったり、SEO に強いのがあったり、ビジネスサイトに適したものがあったりっていうね。親子関係のテーマを作ったときに、非常にわかりやすくて、見やすいです。で、あと、このアーカイブもね、なくても大丈夫です。で、コメントがガチャガチャこう出してるのはね、よろしくないです。はい。で、あと、ウィジェットとかはね、テーマで、プラスアルファがない場合ですね。まあ、今回の技術はこういったところがありますけどもね。なので、まあ、こういうコーナービジェットをね、ここに検索の下ぐらいに持ってきてもいいのかなと。で、まあ、ここでこうやってね、入れていってもいいのかなっていうところなんですけども、で、まあ、こんな感じでね、バンってやると、まあ、簡単に表示してくれるかなと。あんまりね、なんだかんだやってないので、こんな感じで、表示してみます。で、ページを表示すると、さっきのやつで、投稿メタの、投稿者名が、削除されております。で、
まあ、このね、生地の階層そのものが、等高比で相当されるみたいですね。カテゴリーでやってほしいのになっていうところなんですけども、まあ、この辺ちょっとカスタマイズしなきゃいけないかもわからないですね。はい。で、まあ、このセンター揃えっていうのも、左の方にあって、まあ、こっち空いたところをちょっとスペース使いたいなっていうところもあったりですね。やっぱりホームページでね、やっぱり連絡先とかお問い合わせって簡単にできるようにしといた方がいいと思いますんでね。今回ですね、ちょっとギストを簡単にセッティングさせていただいたんですけども、記事が入ってなかったので、あまりちょっと詳しくできなかったですけど。まあ、そんなに難しくなく、初心者の方でも扱いやすいんですけど、カスタマイズするんだったら、もうちょっと時間をかけてじっくりやりたいかなっていうテーマではあります。で、冒頭にも言いましたけども、ギストを、使った固テーマがたくさんあります。はい。ブログサイクルはこの間やったばっかりだと思うんですけども、ブログサイクル以外にもね、ギストマソナリー、こういうグリッド表示のね、テーマがあったりします。で、これなんかだとワンカラムですよね。見るからにね。で、ブログサークルっていうのもあったりするんですね。グリッド表示で、ここに、こういう、サイドバーがあってですね。で、これもギストの固テーマですって書かれています。で、こちらがギストグリッドっていうのがあってですね。こういう、一列のグリッドを、生成したりしてるページもあります。まあ、これなんかシンプルで見やすいかもわかんないですけどね。はい。で、あとですね、この、作者のページを見ますとですね、この中に結構ギストの固テーマが入ってますので、このブログニューとかね、ブログパースもそうです。ブログサークルもそうですし、ブログサイクルもそうですね。で、こういったテーマでね、使いたい部分を上手に使うっていうのも一つの方法かもしれません。ということでね、今回は、ブログサイクル、ね、以前やったブログサイクルの親テーマであるギストっていうものをちょっと、触らせていただきましたけども、まあ、親テーマがね、まあ、ちょっと見る限り、すごくシンプルすぎるぐらいシンプルで、びっくりしたぐらいなんですけども、まあ、ちょっと時間かけてね、カスタマイズしていけば、いいテーマになっていくテーマです。はい。今後いろんなね、固テーマ出てくるかもわかんないですけど、ちょっといろいろいじってみて、試してみたいなって思うところは多かったです。はい。ということで、今回のギストいかがだったでしょうか？また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット、友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。